女の楽章の中にもう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。全ての想像は終わり、麦の日に至る。哲学の大事、万象を再構築するのです。なぜ生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだよ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢か。